拝殿天神社は愛知県春日井市勝川町に鎮座している神社。その名は天神様を祀っている神社の通称ともなっており、全国には1万5,000社もあると言われている。古くから当社は勝川村の氏神として人々の信仰を得ている神社である。菅原道真公と天照公大御神、くくり姫命、大山住命、とゆけ公大御神の御神昔、天神は天津神と読まれており、天より下る神と区別した言葉であった。天神社の祭神である菅原道真公氏は、903年に太宰府神社に祀られている。勝川の天神社は1313年の鎌倉時代末期、宿儺禅師により高山村というところに創建され、その後に勝川に移された。1909年に当時の勝川地内に存在した神明社、修験神社、山の神社、神明社の4神社を合祀した。1715年から1924年までの間の10回ほどの修理が行われており、1992年4月、1996年5月に天神社建設委員会によって社殿の全面改築が行われ、同年10月に完成した。1970年に制定された天神社奉賛会の会長、役員と評議員により運営されている。愛知の神社、服部 AB、春日井の神社、春日井市服部 AB、勝川への思い、郷土史54号 AB800 万の神2019年5月13日、閲覧。ありがとうございます。